国津々浦々移動手段として欠かせない鉄道。中でも JR 西日本はおよそ4900キロの営業路線を持ち、1年間で延べ19億人以上を運ぶ西日本に君臨する陸の王者です。そんな JR 西日本が次に目指したのは、なんと海。その謎を解き明かすため、私島田が現場へ向かいました。自分がなんか大海原に浮かんでるような感じがしましたね。これね、これ最高の気分ですね。これね、陸の王者が大海原で展開する新たな試みに迫ります。広島にやってまいりました。この広島に一体何があるんでしょうかね。だけどね、島田さん、こちらです。ようこそ広島へ。広島駅で迎えてくれたのは JR 西日本の渡壁翔太さん。 JR さんがね、はい、海に進出したと伺ったんですが。そうなんですよ。どういうことなんですか。これはまた後ほど分かりますので、後ほどお楽しみにしてください。と言われて連れられたのは海なんて全く見えない電車のホーム。あ、あの列車が。あの列車です。おお、なんか近づいてきましたよ。そうです。10月にデビューしたての観光列車になります。観光列車エトセトラ。瀬戸内海を思わせる深いブルーに、波しぶきをイメージした白が映えるボディ。エトセトラは去年10月にデビューしたばかりの新型車両で、広島から宮島や尾道へ瀬戸内の海沿いを走る観光列車なんです。2両編成、全席指定のグリーン車。出来たてのほやほや、中はピッカピカです。この窓の、広い窓で、はい、絶景がバーンと現れる。そうです。いや、素晴らしいですね。そうですよ。海側にこうやって、はい、また座れば、ほら、自分の目の前に瀬戸内海独り占めでございますよ、ね。オーシャンビューのシートからの景色は本当にビューティフル。広島から尾道まで旅を満喫しながらの3時間、ゆったりと景色を楽しむだけではありません。この列車ですね、景色だけじゃなくて、あの車内でもですね、瀬戸内の魅力を感じていただけるように、瀬戸の小箱という形でご用意させていただいております。瀬戸内海の名産品を使い、沿線の名店が作ったスイーツ。洋菓子と和菓子の2種類から選べるんですが、今回は和菓子をチョイス。厳島神社の鳥居が描かれたこちらは、甘いのかなと思ったら、ちょっと酸っぱいような感じがしました。ね、はい、この柑橘の香りがパーッと口まで広がりますね。スイーツだけではありません。車内にはバーカウンターがあり、瀬戸内のクラフトジンを使ったおしゃれなカクテルなど、お酒も楽しめるようになっているんです。しかし、なんといっても景色が素晴らしい。見てください、この海。いやー、絶景ですよ。本当に海の中を列車が走ってるような、そんな気分になりますよね。もうね、水がね、海の水が本当に透き通ってて、そこがはっきり見えますよ。列車からなかなか海の底がはっきり見えるところなんかないですもんね。瀬戸内海の魅力をたっぷりと詰め込んだエトセトラ。 JR が海に進出の意味は、てっきりこの列車のことだと思い込んだ私島田でしたが、終点尾道の一つ手前の駅でなぜか途中下車。いやー、いい気分で列車乗ったんですけどね、なんかここで降りろって言われまして、三原駅でございますね。何があるんでしょうね。いやー、ようこそいらっしゃいませ。 JR 西日本の内山と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。突如登場した JR 西日本の内山光さん。もう一個だけ、申し訳ないですけど、もう一個、はい、お、分かりました。いやいや、こっちですから。内山さんについて行き、歩くこと5分、案内された場所は三原港。そこへ現れたのは
ちょうどやってきました。あの船でございます。これですか？はいはい、これが。どうぞどうぞ。この船は、はい、シースピカと言います。シースピカ、はい、去年夏にデビューした船、シースピカ。 JR 西日本が海に進出というのは本当に船で海へ乗り出していたんです。シースピカは JR 西日本と瀬戸内海汽船が合同で開発した高速観光船。最大26ノット、時速48キロものスピードが出るんです。ピッカピカの船体に心躍らせながらいざ乗船。外も豪華だけど。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ようこそシースピカへ。瀬戸内海汽船の西郡と申します。なんと麗しい。ここからの案内は瀬戸内海汽船の西郡あかりさんにバトンタッチ。シースピカは90人乗りの2階建て。三原広島間を航行し、島々を周遊しながら快適な船旅を楽しめるように設計されています。船の中にも工夫が。ここが少しへこんでると思うんですけど、はい、ここへこんでるっていうのがこちらの、通路側のお席に座られたお客様でもここがへこんでることで窓から外の海の景色がご覧いただける作りになっています。あ、ここ行きますね。確かにね、はい、行きますよ。でここの背もたれがないから向こうも見えるしこっちも見えるし、あ、いいですね。これはいいですね。そして客室から階段を上っていくと、おお、外に出ましたが、あ、はい、開放感あふれるデッキになってます。このデッキのところにまたこんなシートとか椅子がありましてね、あー、また爽やかな風ですよ。風が気持ちいい。オープンデッキから広がるのは瀬戸内海の島々に青い空と海、吹き抜ける風も心地いい。しかし何より嬉しいのは、こんな西郡さんのようなね美しい方と一緒にいるっていうのもね、いや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 、いいじゃないですかこれ。スピカいいじゃないですか、はい、スピカね。特等席もあるんですけど、西郡さんから胸ときめくお誘いが。そこは船の最後尾。自分がなんか大海原に浮かんでるような感じがしますね、これね。このさんさんと輝く太陽の下で、この瀬戸内海の大海原の上になんかゆったり揺られた、これ最高の気分ですね、これね。なんともロマンチックな船の旅。最初の寄港地、大久野島に到着です。最初の島に着きましたよ。ここは戦時中日本軍が毒ガスを製造していた施設があったことから地図から消された島とも呼ばれた場所。しかし今はウサギがいっぱいいる島になってます。ウサギがいるんですか？小学校で飼われていたウサギが野生化して繁殖したらしく、現在ではおよそ900匹が暮らすウサギの楽園となりました。実はシースピカでは世界でここだけ、 IC カードのイコカでウサギの餌が買えるんです。来た来た、ほら来たよ。もういきなり来た、いきなり来ましたよこれ。おー、わわわわわ、すがー、冷たなる、冷たおじさんとウサギです。ちょっと待って、ちょっと待って、痛い。ウサギと触れ合って癒された後は、ウサギ型の集音機で波の音に耳を傾け。いや、こちらはいいところですね。本当にいいところだと思いますよ、なんか。いや、そうでしょう、いいとこでしょう。あれ、ほんとね、あれ。三原港でさよならしたはずの JR 西日本内山さんがなぜかここに。
せっかくなので肝心な質問を内山さんに。なぜ JR 西日本が船を開発し海に進出したのでしょうか。はい、私ども山陽新幹線のちょうど真ん中にあるのがですね、瀬戸内、広島、このエリアですね。広島の瀬戸内エリアは山陽新幹線の大阪と福岡の中間にあるため、旅の目的地とはならずに通り過ぎてしまう人が多かったのです。そこで JR 西日本は瀬戸内の魅力を発信し観光客を呼び込もうと、陸から楽しめる列車エトセトラだけではなく、島々を周遊できる船シースピカを作り海に乗り出したというわけなんです。船ならコースのアレンジも自由自在、人々を誘う大きな力になります。島田さん、西子さん、西子さん、行きましょう行きましょう行きましょう。大久野島を後にし、続いて向かったのは呉市の大崎下島。古くから海路の中継地として栄え、歴史に彩られた風町の港町、御手洗。こちらの天満神社は太宰府に流される菅原道真公が立ち寄り、井戸で手を洗ったことから御手洗という名前がついたそうです。菅原道真公が手を洗った。いやー、水が、はい、来ましたよ、道真公にね、思いを馳せながら、手洗いましょうか。このほか日本全国を測量して回り、日本地図を作った伊能忠敬の記念館や、幕末のヒーロー坂本龍馬が過ごした邸宅が残されているんです。歴史のロマンあふれる島で過ごすひととき。観光船シースピカが来るのに合わせ、地元の食材を使ったお土産などを販売するマルシェもオープンします。レモンイワシって何でしょう。レモンイワシ、イワシの小さなのを焼いて、その上にレモンの果汁がたっぷりかかってる分なので、本当ですね、これでもかレモン、これでもかレモンですね。そうですね。でもイワシの美味しさ、はい、ね、香ばしさ、うまみがね、はい、後からきます。シースピカは魅力的な瀬戸内の島を回り、いよいよクライマックスへ。うわ、すごいな、すごいすごいすごい、潜水艦ですよ。間近に潜水艦を見られるなんてなかなかないですよ、これ。なんと観光船が海上自衛隊呉基地の中へ。自衛隊所属の現役バリバリの艦船が間近に迫ります。お、目の前にある迫力が違いますよ、迫力が全然違う一般の船が入れない場所で迫力満点の演出にテンションは上がりっぱなし。いやー、うわー、53歳ワクワクしました、ありがとうございます夕日に染まる海を見ながら、瀬戸内のクルージングはフィナーレ。 JR 西日本が海へ進出の謎に迫ったら、魅力たっぷりの旅に出会えました。